SR 埼玉のラッパーに女子ラッパー傷だらけのライムは2010年に公開された日本映画2009年に公開された SR 埼玉のラッパーの続編2009年の第19回夕張国際ファンタスティック映画祭オフシアターコンペティション部門でグランプリを獲得しそのグランプリの副賞である次回作支援で制作された舞台を埼玉県から 群馬県に移し、前作同様の東京に隣接する北関東エリアで、ある群馬に住んでいる音楽を愛する20代後半の女性たちが、直面する理想と現実のギャップを描いた作品。ちなみに、舞台は群馬県となっているが、ロケ地の多くは埼玉県内である。埼玉のラッパー初眼の一句とトムは、今は泣き。 武田先輩が生前に伝説のライブを行ったと言われる群馬の田舎を訪れ実家のこんにゃく屋で働く女歩に道を尋ねる歩はかつて高校生の時に伝説のライブに参加していた武田先輩の一番弟子と自称する女子ラッパーだった忘れていたラッパーの夢を思い出し偶然にも旅館が借金まみれで東京から帰ってきた三つ ソープ場のマミー、走り屋の駆動、父が、市長選挙で、忙しいビヨンセラと再会し、ライブを再び夢見て、活動の再開を目指す。高校時代に結成し5人組ラップグループ、ビーハックは、果たして復活することができるのかレコード屋も、お金も彼もなし、そんな冴えない、アラサー女子ラッパーたちの夢は実現するのだろうか高校生の頃の夢と、コン。 それぞれが置かれているリアルな困難と別れ、そんなに重大後半女子の夢と日常を時に切なく、コミカルに描く。ありがとうございます。